この動画には、以下の要素が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、ハゼが、峠水道に行きたいと思います。ここへ行くには、トンネルの左右どちらから来ても、道がわかりづらく、移動困難な場所となっています。対向車が来ないことを祈りましょう。今走っている道は、春吉川から登っています。ハゼが峠水道は、1931年に作られたそうです。明治大正昭和初期の建築物が好きなので、ワクワクしています。到着しましたね。趣のある外観で、名板の装飾があり美しいです。トンネル内は、素彫りで壁がデコボコしています。落書きがちょっと目立ちます。意義のない国民にはなりたくないですね。建造されたのが1931年だと、交通手段は徒歩か馬車だったと思います。西原町駅へ行くには、8キロほど山を迂回しなければならないので、山越えは格段に楽になったと思います。先の大戦では、春吉川から鉄道のある石原町駅へ出征する兵士が通ったかもしれません。戦後は就職や進学のために生まれ故郷を離れる際に通った人のことを思うと感慨深いです。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。